おはようございます。皆さん、バッパー翔太でございます。今日なんですけど、ついに明日旅立ちますっていうことで、出ますよ、ルーさん。ついにここのガレージから外に。Finally です。Yeah, I've been waiting 1 year for. はい、エアコンも直りまして、あれバスツアーもしまして、もう完璧です。最後、一つだけ、あとはパッキングしてね、僕たちの服を家から、ここに持ってきて、全部キッチン用品とか入れて、まだ入ってませんよね。はい、まだ何も入ってないんで、キッチン用品とか、クローズとか、ガレージエリアにね、キャンプ用品とか全部持って行って、明日、もう根こそぎして、もう旅立ちます。はい、はい、おっしゃー。ということで、まあ、ルースさんの方がパッキング上手なんで、まあ、ルースさんお願いします。で、翔太はちょっと、使ってください。翔太これして、あれしてって言ってくれたら、何でも持ってくるんで、OK?OK、okay? okay.。はじめ、キッチンパッキングする。OK。いろいろキッチン、お皿とか、はい、IH のポッツンパンツ、ケットみたいな。でも、昨日ちょっとスタートしました。引き出しの中。おお、いいっすね。ノンスリップ。そう、お皿して、運転の時全然大丈夫。今日、もうちょっと終わらないといけない。アッパーカビネットと、アベンの下。うん、見て。運転の時、アベンちょっと、動いてますね。違う場所行きます。そう、今日、全部ノンスリップ。OK。終わりましょう。さて、こんな感じで、今回サニーの中に入る全部のものがこんな感じです。まあこの中でもいるものいらんものがあると思うんで、とりあえず、どれ持っていく持っていかへんかっていうのを決めたいなと思います。さて皆さん、ガレージエリアももう終盤でございます。結構パッキングできましたということで、今こんな感じです。現在あるのは自転車、やっぱり自転車はね一番スペース取るんですけど、これ自転車なしではいけないということで、今回は自転車を持っていきたいなと思います。まあ僕たちこれ旅によってサーフィンボート持っていくのか、ゴムボート持っていくのかっていうのを決めたいなということで、こんな感じでビッグスペースにしてます。こう区切ってもたら大きいを持っていけないんで、まあ今回は自転車持っていくってことで、あとは、サニーさんがもし壊れてもいいようにツールボックスとか、焚き火でこうやってねパーティーせなあかんので、正直このドラムちょっと大きそう。大丈夫ですか？必要？これ必要ないですか？まあちょっと入れないです。あ、ちょっとチェッキング、はい、もしスペースがあるならこれ持っていきたいって感じです。で、あと翔太のフィッシングとか、あとこんな感じでハンモックとか、外でね使う椅子とか、机とかですね。あとハイキンググッズが多いですね。ハイキングで使う、これは焚き火ですね。焚き火で使う道具とか、ハイキングで使うガスとか、ハイキングで使うものが基本的にこんな、ガレージの中に入ってます。ドアできますか？This one also I'm gonna bring。OK、グッズ。あ、一つ大事なもん忘れてました。これです。スペアウィール、これ入れなあかんしょ、ルースさん。もしサニー、山道でパンクとかしてもったらやばいで。あ、ちょっと気をつけて。新しい T シャツ。新しい T シャツ。危ない。壊れたい？まあ、これ、入れなあかんな。30キロで、ルースさん。そうですか、ね。30キロのスペアウィール。これも絶対切るから。これもします。で、皆さん、エントランスの方も植物ちゃん来ました。見てください。ここにエントランスに入るとちっちゃい植物、まず、カクテスパラダイス、はい。で、次は2段目に多肉植物のパラダイス、新しい僕たちの家族です。ということで、一人ずつ名前つけていかなあかん、ロスさん。いらないですか？一人ずついらない、これはいらんか。もし一つだけ食べた場合は必要。ちょっと多すぎるな、多すぎるな。はい、じゃあやめます。はい、はい、で、ここには、ココナッツちゃんも来ましたということで、やっぱり緑が入るとやっぱり雰囲気出ますね。ちょっとジャングルティックな感じになると思う。うん、ジャングルっぽい。ジャングルっぽい感じ。まあどれだけねキャンピングカーの中で、リアルなプラントが生活できるのかっていうのをちょっと研究してみたいんで、まあバスの中って言ったら夏はめちゃめちゃ暑いです。例えば買い物とか行った時めちゃめちゃ暑いし、で、まあエアコンとかもつけるんで、まあ光もねこっから入ってくるぐらいだと思うんです。
まあ、ここから入ってきて多分大丈夫だと思うんですけど、まあ、どれぐらいねプラントもサバイブできるのかっていうのをちょっとチェックしたいなと思います。はい、こっち側もエントランスちゃんに新しいプラントちゃんが来ましたということで、はい、ナイスね。で次キッチンの方できましたか、ルスさん。 OK OK OK、 そうキッチンめっちゃ時間かかりました。1日かかった、今日もう最後ですよ、うん、はいはい、一番大きい仕事、一番難しかった、うん、Fitting everything in、 yeah. 場所ちょっと何々入ってるかちょっと調べてみましょう。皆さん分かる、はい、アーベン、はい、yeah. We have nice tea towel from Scotland。 おー、これルーさん、私のお母さんから全部スコットランドの食べ物。おー、いいですね、プレゼント。 Yes, very nice、mm. OK So, here we have the spice rack。 Wow。 So, いろいろスパイスあります、はい、チリパウダー、シナモン、チューメリック。チューメリック何に使う？ What do you use for? チューメリック、 Oh, maybe like a チューメリックラテ。ラテ？チューメリックラテ or in a smoothie、yeah. これから皆さんルースさんの面白いね料理の動画を上げていこうかなと思うんで、多分ルースさんなんか変なもんばっかり作りますよ、まあ、日本人からしたら。あ、そうですか。うん、全然わからないやつ、うん、チューメリックと生姜ラテみたいな、うん、作りたい。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。そう、多分一回レシピシェアしてます未来、はい、それからスライディングパントリー、お、いろいろものあります。ストックダップ結構いっぱいありますね。カントが入ってますよ。チェックピーズなんですかね。チェックピーズ、あ、チェックピーズ、Yes。We have lots of things. Maple syrup, tahini, coconut oil. ちょっと外国っぽい入れ物ですよ、結構。なんか、あ、まあ、下はあれやね、日本人っぽいけど。And then the vinegar for the toilet cleaning. これトイレするね。結構、うまいこときっちり入ってます。この引き出し、一番難しかった。ほんまに？たくさんもの。おー、いっぱい入ってますよ。なるほど。So, we have ショートの米メーカー。うん、炊飯器、はい。キャンプストーブ。ポッツンパンツ、うん、スムーディーミクサー、スムーディー、This kettle? Oh, that looks good. That's in there. Put it there. So, なるほど、いい感じですね。It fits perfectly. あ、いい感じですね、IH も、はい。次、カトラリー drawer。おー、いいですね。そう、ゴミ袋、ティータオル、はい、はい、いろいろものあります。はい、いろいろ、こっちとかね、はい。次、お皿。This is all wood. え？次、なんちゅう、タッパーウェア。なるほど。プラスチックラップ、アルミニウム。めっちゃまとめてますね、ルーさん。はいはいはい。待ってます。オーガナイズ。オーガナイズだね。Yes. オーガナイズ。絶対オーガナイズ必要。それから、食べ物。ライスね。フードでオールスタッフ、ね。Yes。そう、皆さん前見ました。ゴミ。はい。こんな感じで。で、セカンドフロアも、プラントも来ましたし、おー、そこがカップ。はい、カップエリアです。ミキサーとかね。はい。それから、In here. Wow, tea, coffee, smoothing items. What is this? This is a ground flaxseed. What is this? It's for smoothie and also for putting on top of oats. It's very full of vitamins and vitamin C. Sugi, hamagaki, rito kesho mitana. But now I'm using kesho, so I'm not using it. This is the kesho box. And here is junk drawer.リモコンでこういう感じで入ってます。めっちゃいいオーガナイズです。はいはい、皆さん続きまして、ここはですねプラントエリアでございます。ここめちゃめちゃ長い間時間空いてました。何しようかな何しようかなと思ってたんですけど、まあとりあえず今の段階ではこんな感じでプラントエリアにしました、まあ、後々ちょっとフィックスするかもしれないです。この辺はまだパソコンまだちょっと明日今日の夜ちょっと仕事したりするんでまだ入れてません。明日入れます。でここはこんな感じで、まあルースさんの、下着エリアなんでこれ見せることできませんみたいな。ルースの下着エリア、はい、oh, yeah, okay. ルースの靴下だけやったら見せます。ここは、ショートのクローズが入りました。わあ、大きいですね。大きいね、はい、めっちゃいっぱい入るこれ、うんうん、でここはルースの入れ物なんですけど、ルースはまだ入ってません。ルースとも服必要ない。ルース必要ないですか。ルース、明日入れる？明日。オッケー。で、ここも、入ってます。見てください。こんな感じで、まあ基本的にあまり使わない。今夏なんで冬用の服がここに入ってます。で、ルースの、服はまだあんま入ってません。ちっちゃいアイロンも。うん、ちっちゃいアイロンも入ってます。でも翔太の、冬服。で、ルースのはもうだ、これからです。これチェンジした方が良くない？ルースの方がちっちゃい？
あ、まあ、でもルース下着用のボクサーあるからいいか。はい、ショーさんめっちゃたっぷり、冬服あります。ほんまにショーさん多分冬準備してます。ちょっと冬苦手やから、夏は大丈夫やけど、ルースは、夏苦手でな。どう？はい、 OK ということで、こんな感じで、まあとりあえず服もできました。これです。クッションもついに届きました。あのカーテンてりてりさん、トニーでお世話になったカーテンてりてりさんにオーダーメイドでこんな感じで作ってました。作ってもらいました。めっちゃ上手です。めっちゃ上手です。ほんまプロです。はい。で、こんな感じで作ってもらって、ここにクッションきます。まあカーテン他にもね、作ってもらったので、後で皆さんにも紹介できたらなと思います。で、とりあえずこんな感じで、普段はこんな感じで背中もたれなんですけど、これが、こう伸びた時に、二人用にもなります。みたいな。感じです。で、こんな感じで、このスタンドにもストレージ入ってますよ。おお、まな板が入ってますよ、ルーさん、このとこ。チョッピングボード、はい、いろいろエクストラ食べ物あります。あ、食べ物ボックスやね。こんな感じ、非常食みたいな感じでいろいろ入ってます。バスルームの中、ちっちゃいデコレーション入れました。でも、このプラント、フェイクです。And the smelly rocks we have here.めっちゃいい匂い。で、チャージングステーションもうまいことちゃんとなりました。見てください。こんな感じです。チャージングステーションもうまいこと。YouTuber の心臓ですね。心臓ですね。はい。やばい。何それ。Would you like to buy something? 色物ありますね。はい、もうこんな感じで。どんな気持ちですか？ First time very organized。 どうですか？First time で、トニーの時もどこやな、ね、でも何がどこかわからなかったもんね。はい、うん、はい。で、最後カーテンがあるんで、カーテンをつけて終わりですね。はい、そうですね、はい。で、最後の最後にこうカーテンです。カーテンなんですけど、今ちょっとカーテンの棒を今塗装してて、明日待ちなんですけど、まあ、今回もカーテンてりてりさんに、僕たちがこれ僕たち自分らで買ったやつを持ち込みして、僕らの欲しい寸法に切ってもらいましたということで、今回泥染めっていうアフリカの布なんですけど、こんな感じで黄色い感じになります。どうですか？めっちゃいい。泥染めめっちゃうまい。この横とかも見て、プロやで。すごい。で、ここに棒が入れれるなって、それは多分次の動画で見せると思うんですけど、まだペイント乾いてないんで、こんな感じで、で、まあくる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 丸めてここで留めるみたいな感じになると思います。で、他まだあります。もう一個。ここもですね、こんな感じで、カーテンになります。はい、こんな感じで2つ。で、もう一つここもカーテンが来ます。これもアフリカの泥染めのやつで、こんな感じになります。どうですか？イエーイ、ワオ。Is that good? Yeah, I love it. Yeah? 最高です。雰囲気一気に変わるね。はい、ジャングルっぽくなる。こっちなんか見て。緑と一緒に見たらごっついジャングルっぽくなる。雰囲気はちょっと違う部屋みたいな。あ、ほんまに？いや。ということで、パッキング無事終了です。ビアノが結構1日をフルデイ、はい、パッキングめっちゃ結構大変だった。時間かけました。やばかった。とりあえず飲みましょう。 OK、見事完成です。明日皆さん旅立ちますということで、ちょっと乾杯ですね。はいはい、ルースさん入れてあげます。長かったなぁ、ほんま。very long。 はい、完成してから旅立ちますって言ってからめちゃめちゃ長かった。どう思う？ long times we have been stuck around。 そう、何かというとこのクッションで時間がかかったりとか。エアコン、それ、何週間前車検終わった？2週間ぐらい前ちゃう。そう、エアコン修理して、うん、クッションとカーテン、うん、待ってました。はい、うん、それからパッキングも、あの掃除、ああ、そう、ね、掃除、掃除、めっちゃ時間かけました。これ500で2個ちょうどめっちゃいい感じやな。あ、そうか。ダイスのダイソーじゃない、シエラから。皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。Oh, you got more beer than me. Come on, just a little beer, dude. ああ、美味しいわ。まあ、ということで、皆さん、明日旅立つんですけど、どこ行くかっていうのをね、ちょっとアナウンスしたいなと思っております。明日僕たちは、青森県の方にね向かって、はい、東北ですね。東北ですね。東北に行こうかなと思います。まあ僕らトニーで旅で北海道行きまして、沖縄行きまして、九州宮崎行きまして、四国行きまして、で関西エリア、はい、岡山中国地方、岡山鳥取兵庫ちょっと行ったんですけど、うん、まあ、次はやっぱ思い切って東北まで行こうかなと思ってます。それはなぜかというとやっぱり天気、まず
はい。そうですね。うん。それから2年前からめっちゃ行きたい。みんなおすすめ、うん、食べ物おいしいし、うん、景色綺麗し、うん、だから興味ですね。そう、あの北海道から鹿児島まで来た時に東北通ったんですよ。うん、めっちゃ綺麗かった。めっちゃ綺麗かったんですよ。はい、でも。あの時はあのなんか500キロなんかロングドライブみたいな企画やったんでもうピューって行ってもたんですけど、はい、絶対戻ってきたいな思ったな、うん、この時秋、うん、めっちゃ綺麗かった、うん、もう秋楽しみ。そうやね、うん、秋もまあ夏もうちょっとですねして秋、うん、どんなぐらいの気温になってるか分からないんですけど、まあ青森向けてちょっと行きたいなと思うんで、皆さん明日から楽しみにしとってください。ほんまお待たせしました。はい、僕はほんま旅系 YouTuber ですよ、ほんまは。トラベル YouTuber でも、うん、DIY YouTuber にちょっと1年になってたんですけど。そうですね。お待たせしました。これから、日本のね、あの素晴らしい日本各地を皆さんにもね、シェアできたらなと思うんで。はい。いや、そうですね。よかった。お前なんかやったよな。クレイジーです。バスゴイゴナトリップ。やばいわ。ゴイゴナジョーニー。やばいわ。で、ちょっと企画とかでも、あの、パパ翔太のサニーで一緒にご飯食べませんかみたいな。企画とかもしたいなと思うんで、ショート2、アンデン誰か他2人みたいな感じで、あと動画 YouTube 動画回して、なんかね面白そう、どう思うそんなん、はい、はい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 、新潟は東北の人と一緒にこう2人2対2で食べるみたいな、うん、1対2でもいいんですけど、そういう企画もしたいなと思うんで皆さん楽しみにしとってください。そうルーさん青森で何したいですか？そう、あんまりリンゴ有名ですね。あ、リンゴ、リンゴパイ作ってんやこれで。おー、はい、リンゴパイ、はい、めっちゃいいアイディア。おー、リンゴパイ、多分、リンゴ、like, アップルクランブル聞いたことある。はい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 、スコットランド有名のデザート、カチカチ多分できる。オッケー、アップルパイ、アップルケーキ、お、いろいろできる。あ、リンゴで、リンゴ、はい、どうですか？ちょっとは、あとマグロ有名、本間のマグロみたいな。おー、ノー。あ、大間のマグロか、大間のマグロ。マグロフィッシング行っていいですか、ルースさん。マグロフィッシング行きたい。ありますか？お、あるあるある。あ、そうですか。あの辺結構有名やと思う。やばい。あと皆さん、青森というのは何ですか？もしよかったらコメントし、お願いします。青森でしてほしいこととかもね、あれば、うん、ぜひコメントよろしくお願いします。温泉ありますか？温泉もあると思うで。あ、そうです。結構東北の方温泉多いって聞きますよ。ハイキングも多いと思うし。うちね、あんまり温泉行ってません。温泉楽しみ。温泉も楽しみですね、うん、もうほんま楽しみでしかないですよ。エキサイティッドオンリー、うん、まあ、皆さんいつもほんまにありがとうございます。応援、皆さんのおかげでここまでやってくることができました。明日旅立ち、はい、はい、楽しみ。楽しみでしかありません。はい、yeah. ということで、もうビール飲みすぎてなくなってしまったんですけど、最後の一息、最後最後、皆さんお疲れさんです。お疲れ様です、はい、ありがとう、ありがとう、いつもありがとう。明日行こう。